西三寺駅は、広島県三好市東日、市西四丁目にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。開業当初はこの駅が三寺を名乗っていた。今は郊外にある、小さな駅となっている。広島県北部の中心地である旧三寺町の玄関口として、三寺町から毛来川を挟んだ、玄村内に開業した。 しかし1930年、同じ東菓市町内で、より利便性の高い場所に、現在の三次駅である東菓、市駅が開業すると、三次町、東菓市町の玄関口としての機能はビンゴ東菓、市駅に移っていった。1954年に三次町、東菓市町を中心とした町村が合併し三次市が成立すると、三次市の中心駅である、 ビンボ10日、市駅が三次駅に解消されることとなり、それに先立って、当駅は西三次駅に解消された。旅客駅としての中心駅が、現、三次駅に移った後も、西三次駅は、県北の貨物輸送のターミナル駅として機能し、ゲイビ船内では最後まで貨物営業を行っていた。港内島式ホーム一面二線を持ち列車同士の行き違いができる。 地上駅。かつては、貨物ヤードが併設され、広島県経済農業共同組合連合会、日本石油への側線も付設されていた。隣接して、資料基地もあり、そこからの貨物も扱っていた。貨物取り扱い廃止後は、側線群は大部分が撤去され、さら地となった、校内には一線の側線と、電光式の入れ替え標識が残っている。 線路東側にある駅舎は1915年の芸イ鉄道開業時に建てられたもので、木造川原武で、回廊もあるが荒れてしまっている。2021年2月上旬頃に、駅舎は解体され、ベンチと収札箱が設置されている。駅舎解体前までは、地元住民の集会所や、イベント広場として利用されていた。 ホームへはそこから三次駅寄りへの通路を経由した先の構内踏切で連絡している。かつては簡易委託駅であったが無人駅となっており、自動券売機等の設備や便所は設置されていない。管理は三次鉄道部が行っている。1日平均の乗車辞任は以下の通り、東駅と潮地駅との間には、 芸イ鉄道開通の翌年1916年に、阿波や停留場が設置されたが、1922年には廃止された。その後、1931年には、ガソリンカー専用の青川駅が設置されたが、戦時下の燃料統制によるガソリンカーの廃止により1941年に休止された。ありがとうございます。